王燮は中国の女子サッカー選手で、ポジションは FW。現在リーグアンフェミニンのパリ・サンジェルマン FC に所属。中華人民共和国代表として60試合以上出場しており、2013年と2015年の東アジアカップ及び2015年のワールドカップに出場している。王燮は湖北サッカー協会のユース育成システム出身の選手。12歳時に破格とされる中国 U-16 女子代表に選出、15歳時には U-19 代表に呼ばれた。2013年の全運会で湖北省 U-18 女子サッカー代表チームとして出場し、7ゴールを決め注目を集めた。また、2013年にはフル代表として初招集され、アルガルベカップと東アジアカップに帯同した。2013年AFA-19 女子ジュニア選手権でもチームで主役を演じ、チームの MVP となった。2013年には韓国 WK リーグクラブの中北スポーツ東東 WFC と契約、海外での選手生活を開始した。入団して間もない新しいチームを韓国 FA カップの決勝に導き、年末のアジア年間最優秀ユース選手賞にノミネートされた。2018年2月13日、トップリーグに昇格したばかりの故郷チーム、武漢工大 WFC に入団したが、8月3日にはパリ・サンジェルマン FC が王燮との2年契約を発表した。ありがとうございます。